ていうね。いやー、まあ2日目組を言うとしたらかなえさんよかったね。まあこれもう一人触れちゃったら全員触れなきゃいけなくなるから、まあかなえさんはもちろんずーっとダンス頑張ってる、歌頑張ってる、ボイトレ頑張ってるって言ってたから本当にそれが出てたなと思ったし、見違えるほどこう動きが良くなってたし、すごい向上心のある感じだなと思って。でその二次三次甲子園の時にクズハくんとかね、いて、で、そのクズハくんとなんかチラッと話してて、あ、ライブそういやありますね、みたいな話してたね。で、かなえさんとなんか歌うんですかみたいな話ももちろんしてて、で、なんか、でもかなえさんなんかその、ボイトレとかダンスとかなんか頑張ってるって言ってましたね、みたいな言ったら、いやー、これ営業妨害になるから大丈夫かな、いや、あいつは頑張ってるっすよ、みたいなことをクズハくんが言ってたから、あ、なんかクズハくんが、なんか、なんか、かなえさんがいない場でそうやって言うってことは、多分相当すごいことを多分かなえさんはやってるんだろうなって私の中ではちょっと思ってて。で、それを本番ね、ちょっと喉が痛くて倒れてて、ちょっとリアルタイムでは見れなくって、で、その後アーカイブでちょっと見させてもらったんだけど、あ、すごいわと思って、出てっていうかね。営業妨害しちゃったらちょっと、点が。なんかめちゃくちゃ頑張ってて、すごいなって思いました。うん。